皆さんこんにちは、あやぷちょです。またヤフオクで、レアモノで、今度は動力者じゃない、カシャシリーズを買った。昔、プラレートマスシリーズでも、カシャシリーズ売ってて、2年前に紹介したんですけど、この、赤い客車、このカシャシリーズが売ってたんで、せっかくなんで、8月の、先週の確か金曜日、木曜日か金曜日落札されて、それ届きました。こちら、じゃん。3つ、3個セットです。TF01 の緑色のカチャ、TF02 の青色のカチャ、TF03 の、茶色いカチャです。はい、こんな感じになっております。全体的に見たこんな感じです。なんとね、これ、ヤフオクでね、3個ともね3000円で売ってて、入札して、僕だけ落札されて3657円で1つに例えると1219円ぐらいです。ちょっと800円ぐらい、定価で高いんですけど、せっかくなんで、手に入れたくて買いました。それでは中身を開けていきましょう。いや、これね、もう13年前のやっぱり製品ですからね。開けていきましょう。多分今日は、軽めの動画になりますが、そこはお許しください。よし。はい、まずは緑の貨車、全体的に見るとこんな感じです。やっぱりね、貨車単品シリーズ、僕が小学生のぐらいの時発売されて、それで果物貨車を入れますね。そして、青色の貨車を開けていきましょう。なぜかね、青色の貨車はね、袋に包まれておりますね。よいしょ。これが青色の貨車ですね。ちょっと袋から取り出していきましょう。真ん中やったらもう結構穴開いて、もう簡単に穴開いてます。青色の貨車全体的に見るとこんな感じです。やっぱね、この青色の貨車はね、結構白いラインが書いてありますね。そして、石。石みたいな貨車を乗せるとこんな感じになります。やっぱね、これめちゃくちゃ面白いですね。ちょっとせっかくなんで、多分青い貨車あるんで。はい、これが青い。これ、見たら結構色の濃さがどう考えても違いますもんね。こっちが緑色で、こっちが青色の。これ見たら濃さ全然違うわ。結構色の差がすごいですね。そして茶色の貨車を開けていきましょう。よし。はい、茶色の貨車こんな感じになっておりますね。はい、全体的に見るとこんな感じです。これはね、結構レアみたいな感じです。茶色の貨車。そしてこの茶色の貨車の付属には、樽が付属しておりますね。こんな感じで茶色貨車がこんな荷物、やっぱりいろんな荷物を積み替えることができますね。はい、そんな感じです。やっぱり貨車シリーズもすごい昔は結構発売されてたんですけど、やっぱり廃盤になっちゃったらすごいもったいないなって思いますし、このね、僕は若い客車は確か中学生か高校生ぐらいの時に、僕近くの新小岩ら辺の古いおもちゃ屋さんがあって、そこで入手しました。大体価格が450円ちょっとぐらいですかね。たら500円ぐらい。結構定価では安めに買えてよかったかなって思いました。はい、そんな感じで、廃盤商品ですが、貨車シリーズもこれからちょくちょく詰められたらいいかなと思っています。あとラズベリータンク
を1個買えば、まあ、カシャシリーズはほぼコンプリートですし、まあ、ラズベリータンクはやっぱりテレビで見る限りは1台だけで多分十分かと思います。まあ、それ以外は、まあ、だんだんと、まあ、同じものを入手して、まあまあ、いつか走行シーンしたいなと思っております。そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイ。